この上らしいが私の射程じゃ届かん。うお、思ったより距離あった。ハム太郎。あ、間違えた。ハム太郎。完全にロコちゃんじゃねえか。多分世界初のツッコミワード。夏。それは人を同士へと返してくれるお祭りの季節。夏祭りに花火大会、海開き、それらも素敵だが、カンカンに晴れた空、灼熱の熱線を癒してくれるのはなんだ。そう、スプラトゥーンだ。というわけで皆さんやっかろう、霊夢よ、おいっす、マリサだぜ。いや冒頭どうしちゃったんだよ、チャンネル間違えたかと思ったわ。いやほらスプラ3の発売が近いじゃない、それで今からでも温めておこうかなと。あ、だから冒頭で夏の暑さがみたいなこと言ってたのか。ちなみに私は、暑いのが苦手なので夏はそこまで好きじゃないです。だから引きこもってゲームしてるんですね。っていうか久しぶりにやってるみたいだけど、実際プレイは大丈夫なのか。大丈夫大丈夫。ほら見て、この華麗なインクレールさばき、くさばき、くさばき、くさばき。霊夢さん、何も言うな。クリアリングしないで突っ込んだ霊夢さん、より鮮明に説明しないで。実績を解除しました。いらなすぎる称号をもらったんだけど。開幕30秒もしない間に落ちてるからな。あ、もしかしてスプラ志望 RTA 奏者の方ですか。 RTA 界隈に怒られるぞ。いやだって見事なチリザマだったから。いやあ、地面から生えてきた。ワドルディぞい。いやワドルディじゃねえよ、急に出て出すな。でも味方さんからもナイスもらってるから、これはナイスプレイってことよ。多分送られてきたのはそうでもナイスだろ。そうでもないってかやかましいわ。今度は丁寧にクリアリングしていきますよ。まあ敵さん落ちしててサッチャーが見えてるし、そこにいるわけはないんだけどな。そしてナイスなチューリンと一緒に攻めていく。この辺まだ塗ってないみたいだし、二人で一気に塗っていくわよ。だからチャーがいたって言ってるだろ。分かってて突っ込んだのかと思ったのに、それで尻尾巻いて帰ってきたら意味ないだろ。いやね、マリサタコに尻尾はないわよ。うるさいので顔面にタコ貼り付けの刑に処します。顔面にタコ貼り付けの刑。ボボバボダビデダジデガバガブンバボ。望んでた通りの突っ込みありがとう。前見えないから早くどけて。いや嘘嘘、敵もう真上にいんじゃん。そりゃタコ貼り付けられてたら無理だって。だがこれでチャオ公式へのアピールになったぞ。チャオ公式こんな動画見てねえよ。7話より先の話早く更新してください。まったく、マリサのせいでとんでもないぜ。死亡 RTA 界隈の方ですよね。はい、そうです。私が世界記録保持者です。さすがは世界記録保持者。2秒で死ぬなんて普通できませんよ。練習しろ。はい、精進します。でもいいとこ飛べた。来るのはわかっている。なんか微妙に違う。ほらほら、アーマーもついたから二人で一緒に攻めていくわよ。前方に敵発見。このまま詰めればいける。近距離はそこまで得意じゃないんだから、私が先行して足元塗っていくかな。というわけで実はマリサも一緒にいました。それなのに霊夢の目線の映像が見えるというね。そういう特殊能力ってことにしておきましょう。やたら設定盛り込むと面倒なことになるぞ。っていうかさっきのローラーいなくなっちゃったわ。多分味方のハム太郎がやってくれたんだろ。よし、あとはチャーが二人だから、三人で一気に詰めて倒しちゃいましょう。何足元濡れなくてもたついてんだよ。キャー、マリサイケメン。この上らしいが私の射程じゃ届かん。うお、思ったより距離あった。ハム太郎。あ、間違えた。ハム太郎。完全にロコちゃんじゃねえか。多分世界初のツッコミワード。残り時間も少ないから潜伏してようかな。ボムも来てるから多分バレてるのかもしれんが、鋼のメンタルでやり過ごします。お、リッターが落ちたから詰めるならちゃん。いやあ、出会い頭。優先度にだからしょうがないよ。ポケモンの出会い頭じゃないです。ここで落ちなければ勝利確実だったのに。でもすごい、ハム太郎がローラー落としてる。というわけで私はマリサの元にジャンプ。アーマーも履いたから一気に行くぞ。まずは目の前にいるやつからだ。ワトルディゾイ。あれもういないのかな。油断はするなよ。おっと悪いが出てきてもらおうか。うおお、怖い。もう残り時間もないから突撃。チャー2枚いるけど。ぬわー、あとは頼んだ。射程負けしてるし3対1なんだけど。うおお、なんとか生きろ。なんだ圧勝だったじゃない。開幕とんでもないし味方されて焦ったけどな。それは本当に面目ねえです。まあまあキルはしてたし塗ってもいるから満足。いやいや何言ってんだ、もう一戦やるに決まってるだろ。いや私はいいんだけどさ。ウプ主がネタ使い切ったっていくらなんでもガスケツ早すぎんだろ。あとなんでこいつこんな安らかな顔してんだよ。それじゃあ2試合目も頑張っていくわ。今度の武器はオバフロか。スプラに環境武器って調べたら出てきたからそれで使ってみてるわ。ちなみに何が強いのかはよくわかってないです。武器調べた意味全くねえじゃねえか。でもさっきのプライムは一応疑似にしてるからキル性能の高さはかなりのものよ。でも使ってる人はデス性能が高いぞ。新しい用語を生み出すのやめて。スペシャルが溜まったから投げていくわ。イカちゃんからしたらしの雨だけどな。なんかこの武器すごい角度から濡れて楽しいわ。レティクルが反応する以上に射程が長いみたい。ただ弾速が遅いからキル取るには結構技術が必要そうだわ。と、何もわかってないけどそれっぽいことだけ言ってます。雰囲気だけで実況してます。左前方に敵発見。さお先置きして変なとこ行っちゃって。ワントリガーで1キルできるじゃんこれ。本当に何の奇跡もないんだな。
あ、自陣右側が濡れてない。スプラの基本は塗ること、戦うことではないわ。死んだ奴の言い訳みたいで見苦しいぞ。ああ、やっぱりこの塗ってる時が一番楽しいわ。動画投稿者の私が言っちゃうのもなんだけど、街を汚すってぶっちゃけ快楽。社会不適合者バンハビットやめろ。さて100ポイントも塗って気持ちよくなったから戦場に向かいますか。にしても本当に射程すごいな。これ頑張れば壁越し行けたりする。うわやば、これは最強武器だわ。この動画のサムネはこんな感じで決定ね。最低数2回。よし、雨も打ったからちょっと詰めるわよ。じゃあがったりだから私が塗らないとね。今降りた瞬間って聞いて焦ってたよな。何のことでしょうか。あ、操作ミスってシールド出ちゃった。うおお、なんだこれ、最強シールドじゃん。偶然だけどとんでもない発見した。ノーベルスプラトゥーン賞だわこれ。ノーベル賞にスプラトゥーン部門ねえよ。地味にマリサやってたわ。あ、自分もしかしてなんかやっちゃいました。やっぱり溢れ出る才能ってのは抑えきれないもんですね。ごめんなさいでした。わかればいいんだ、わかれば。っていうかそのロケランそんな威力だったの。ロケランってか火炎放射器じゃん。前から担いでただけだったから全然知らなかったんだけど。ちなみにこの世界はギャグ漫画のような世界なので、霊夢はちょっと黒くなるくらいで無事です。黒くなってる時点で無事じゃねえよ。そもそも初見さんはロケラン担いでることすら知らないでしょ。初見さんって誰だよ。大丈夫、初見さんは1試合目のタコの下りでいなくなってるから。やっぱあれ握手だったんじゃねえか。っていうかなんで合唱曲なんだよ。今の頑張れば登れてるだろう。武器で両手塞がってるからしょうがないだろ。腹いせにもう一回ここにシールドしよう。あれこれもしかして。おーおー、ナイスガチ切れ。お相手リッターもこれにはガチ切れ。まさか適当に置いたシールドがこんな役に立つことになるとはな。よし、私はもうシールド製造マシンとなるわ。食いぼがってもなんのその、やっちゃってくださいガチ切れ先輩。ふう、やっぱり先輩は最高だぜ。溢れ出る小物感。スペシャル先読みして歌い始めるのやめろ。あとはここから敵さんが入ってこれないように高台陣取ってれば勝てるでしょ。最強シールド戦術がある私に資格はないわ。最強って響き聞くと弱そうに。危ねえ、今なんで狙われた。後ろにいた味方を撃とうとしたんじゃねえの。おっと、その大胆な侵入は許さないわよ。混成合唱だったのかよ。よし、残り20秒で瞬間全落ち。そして中央高台にはチャーが待機。この圧倒的防御を破れるかな。これはワンチャン突っ込んでいかないと無理か。さらにここで最強のシールドまでお付けします。いやそれマジで鬱陶しいな。これならリッターに射程で負けてても十分抑止力になるからね。あとはその辺にいるのは分かってるから適当にインクを巻き巻きしまして、リッターの射線を気にしながら塗りまくって。イエーイ大勝利。中央高台占領されたのが痛かったか。シールドの使い方に気がついてしまった霊夢ちゃんには資格なしってわけよ。ないのは実況の資格だよ。こっちのキル数とんでもないことになってたわ。あれだけ潰されちゃそりゃ無理だな。いやー久しぶりだったけど楽しく遊べたわ。今後もこんな感じでスプラやっていこうと思うので、よければコメント、高評価、チャンネル登録もよろしくね。それじゃあまた別の動画でも会おうぜ。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると最新の動画がチェックしやすくなりますので、まだチャンネル登録してないという方はぜひチャンネル登録して次回の動画をお待ちください。コメントや高評価をいただけると動画投稿のモチベーションにつながるので、ぜひともよろしくお願いします。こちらにおすすめ動画もありますので、もしよければこちらの動画も見てみてくださいね。それではまた別の動画でもお待ちしてます。また見てねー。